部屋か。なんで。これほど恨まれてたとはな。満月の子。古代の指導者たちは聖徳の特殊な力を持っていた。彼らは満月の子と呼ばれた。ザウでは彼らの命と力とで世界を結界で包み込み、星ファミの脅威から救った。目が覚めたか、デューク。そうか、あんたが助けてくれたのか。この剣を海に失うわけにはいかなかったからな。まあいいさ、それでも礼は言わせてもらう。ザウデ・フラクキュは満月の子の命で動いてたのか。星ハミを招いた原因は人間にあり、彼らはその指導者であったという償いだったのだろう。そしてわずかに生き残った満月の子がエンテレケイアと後の世界の在り方を取り決めた。帝国の皇帝家はその末裔だ。それが帝国の起こりってわけか。だからザウデの鍵ともなるその剣が皇帝の証になるんだな。エアルを用いる限り星ハミには対抗できない。あれはエアルから生まれたものなのだから。あんたもあの星ハミを止めるつもりだった。だからエアルクレーネを沈めて回ってた。違うか。そうだ。なんで帝国やギルドに協力を求めなかったんだ。そうすればアレクセイを止めることだってできたかもしれねえ。私はエンテレケイアに身を寄せた。人間と関わり合うつもりはない。それに人間たちは決してまとまりはしないだろう。ならどうしようってんだ。星ハミや古代文明だって手に負えなかったんだろう。方法はある。あんた人間嫌いみたいだけど、俺たちだって人間だぜ。なんでデイン・ノモスを貸してくれた。なんで協力してくれたんだよ。お前たちだけがあえてエンテレケイアと対話を試みた。だから、いや、もはや終わったことだ。何をするつもりだ。私は世界を、テルカ・リュミレースを守る。どういう、くそ。エステル、ラピード。あ、いてね。おい、ちょっと。ユーリ、ユーリですよね。お化けじゃないですよね。ちゃんと影ありますよね。生きてる、生きてる。だから。ちゃんと痛いってばよ。よかった、本当によかった。
ピードったらこんな時間に急に外に走り出すんですよ。もうびっくりしちゃいました。サンキュー、もう大丈夫だ。傷、やっぱりザウデから落ちた時のです。ん？ああ、まあそんなとこだ。でも、本当に良かったです。悪かった、心配かけたな。みんなも喜びます。早く伝えてあげたい。みんなはどうしてんだ？リタはジュディスと一緒にザウデに行きました。古代の遺跡だから調べたいことがいっぱいあるんだって。リタらしいな。パティもフィエルティア号の手入れをしながら手伝ってます。カロルとレイブンはダングレストに戻ってます。帝国とギルドの関係がまた良くないみたいなんです。ったく、まだそんなこと言ってんのか。ザウデのせいみたいですけど、それでギルドの人がまた無茶しないようにって。ヘラクレスに続いてあんなもんが出てくりゃ、ギルドでなくとも警戒するのが当然か。ヨーデルも悩んでるみたいです。フレンはフレンで、あちこち飛び回ってますし。みんな頑張ってんだな。ユーリがいなくても自分たちにやれることをやろうって。そっか。きっと生きてるからって。フレンなんか船で何度も探して。心配かけたな。悪い。おかげさんで傷も全然大丈夫だぜ。でも今日はもう休んでください。今すぐ会いに行かなくてもリタたちもカロルたちもきっと大丈夫ですから。承知しましたよ。エステル、ラピード、心配かけたな。私たちもザウデでみんなはぐれてしまって、フレンたち、騎士のみんなが助けてくれたんです。そっか、みんなも大変だったんだな。けどみんな無事でよかったです、本当に。エアルの問題にデューク、星ハミ問題は山積みだけどな。それにしてもアレクセイのやつ、とんでもねえもん解放してきやがったな。世界の解放が聞いて呆れるぜ。星ハミ、何なんでしょうあれ。さあな。けど最悪ってくらいだ。ろくなもんじゃねえのは確かだろ。今度は随分とでかい相手が来たもんだ。まあ、もうやっつける気でいるんです？やらなきゃ普通に暮らせそうもないからな。普通に暮らす。みんなで普通に暮らす。そのために戦うんですよね、私たち。ああ、
それで十分だろ。はい。なんじゃ、聞き覚えのある声だと思ったらやっぱりお前さんか。ハンクス爺さん、みんな。彼女は疲れとるはずじゃ。無理に連れ回すんじゃないぞ。ん？疲れてるって。エステル、お前力を。戻ってきた怪我人を片っ端から治療してくれておるんじゃ。大変世話になっておるよ。私にできることなら何でも言ってくださいね。下町もすっかり元通りみたいだな。これであの空さえなければ完璧なんじゃがの。心配すんなって。俺たちブレイブベスペリアに任せときな。また大きく出よって。空の穴をどうやって塞ぐというんじゃ。いや、有利ならやりかねないよ。そうそう、できないことは言わないもの。おっと、そこまでだ。今度はお前らか。なんだ。これを見るのである。ん？手配書って俺？ユーリだけ？無法者を取り締まるのが騎士の務めなのである。おいおい、他はよくて俺だけ賞金首かよ。それはそれ、これはこれなのだ。あはん。で、物は相談なんだがな。どうだ、お前騎士団に戻らんか。そうすれこんなもんはぽいだ。はあ？要するにお前みたいなのが野放しなのを問題にしとるんだ、お偉方は。だからな。手綱つけときゃ安心ってか？そういうことだ。よーし、まあ。お、あ、これ待て。またな、みんな。頑張れよ。やはりそうだ。そうでなくちゃいかん。行くぞ、逮捕だ。この坂一気はきついな。騎士の人はすごいですね。あの根性だけは見習いたいね。ユーリー！おっと、パーティーか？お前どっから。やっぱユーリは生きとったのじゃ。よかったのじゃ。おう、生きてたよ。おかげさんでな。あら。ん？あ、ジュディス。エステル、迎えに来たわ。リタは一緒じゃないのです？リタはアスピオで調べたことをまとめているわ。あなたも行くでしょ？ああ、よろしく頼むぜ。さ、行きましょう。心配かけたな、ジュディ。ええ、心配で胸が張り裂けそうだったわ。嘘くせえな。おかしいわね、本当なのに。待て、待て待て。やれやれ、
たまにはゆっくり出かけたいもんだぜ。あばよ騎士団。おのれ返せ戻せ。はじめは戦うことに抵抗あったんですけど、最近はずいぶん慣れてきました。そっか、結構戦ってきたしな。けれどまだ無駄な動きをしてしまうようね。いろいろ考えながら戦ってるんですけど、なかなかうまくいかなくて。考えるからはいけないんじゃないのか。もっと感覚的に戦えばずっと体が動いてくれるものよ。感覚、わかりました。本能のままですね。なんか誤解されたんじゃねえか。いいんじゃないかしら。こちらの存在感はカサゴの擬態よりもゼロなのじゃ。研究以外何も目に入らなくなってるって感じね。あれじゃ変人扱いされんのも無理ないな。すごく嬉しそうでした。きっと何か発見があったんですよ。そりゃ期待したいとこだな。行ってみようぜ。悪かったな。ずいぶん探させちまったみたいで。なんてことはないのじゃ。お宝探しはお手の物じゃ。一番最初に見つけたのはエステルだったけど。はい、先を越されて残念なのじゃ。俺がお宝扱いされてるってところは問題じゃねえのかよ。うちにとっては一番のお宝なのじゃ。あら、何か意味深な発言ね、それ。深い意味などない、そのままの意味なのじゃ。そうですね。私にとってみんな大切な宝物です。その宝物をこれから拾いに行くってわけじゃな。そういうことね。貴重な宝物だし、誰かに横からかすめ取られないうちに急いだ方がいいかもな。のじゃ。やっぱりそうか。力場の安定ケースの算出も十分可能ね。つまり。リタ？もう応用で機関術式もいけそう。変換効率はクリアね。非拡散の安定した循環構造体がこれで。おい、リタ。なーに？邪魔しないでくれる？あ、で、え？あ、で、あんた。
どうやってっていうか。よっ、この忙しい時にどこ行ってたのよ。だいたいあんだけ探して見つからなかったのに。いや、まあ悪かったよ。ったく、まあいいわ、それどころじゃないし。エステルに大事な話があるの。エステルに？エアルを抑制する方法が見つかったかもしれないの。本当？すごいです、リタ。ザウデを調べていろんなことが分かったんだけど、そこで使われてた技術を応用したらいけるかもって。ただそれがエステルの満月の子の力と関係してるということかしら。エアルに干渉して自在に術式の組み替えを行う必要がある。エステルにしかできないことなの。デュークにデインノモス返さなきゃよかったか。デュークに会ったんです？ああ、あいつが俺を助けてくれたんだ。剣を回収するためって言ってたけどな。あの剣と満月の子は違う。多分代わりにはならないわ。けれど前にエステルに施した抑制術式、あれは満月の子の力を抑えるためのものでしょ。うん、だからもしこの理論でエアルを制御するのなら、エステルの抑制術式を解除しなければならない。つまりうまくいけばエアルは制御できるが、下手すりゃエアルはより乱れて世界は星はみのものになる。そういうことか。大胆な計画ね。状況を打破する考えは浅瀬の水クラゲよりも常に大胆なものなのじゃ。いや、よくわかんないけど、まあともかくきっとうまくいく。だからエステル、私を信じて力を貸して。怖いのかしら。うん、嬉しいんです。まだ自分の力が役に立つかもしれないなんて。リタ、私にできることなら何でも言ってください。で、具体的にどうするんだ。まだ完全な方法まで出来上がってないの。もうちょっと時間をちょうだい。んじゃ、リタが考えてる間に俺たちはカロルたちを迎えに行くか。はい、私も行く。資料なら全部頭に入ってるし、考えまとまったら説明するわ。よし、じゃあ行くのじゃ。まったく、無事なら無事って言いに来なさいよね、あのバカ。そうね、無事だって言ってくれてたら捜索に無駄な時間割かずに済んだわね。でも捜索しないと無事か分かりませんよ。だから言いに来なさいってのよ。いっぱい捜索しちゃったじゃない。そうね、捜索しないと心配だもの。リタ、いっぱい心配してたんですね。ユーリが無事でよかったの。はい、本当よかったです。リタもこんなに嬉しそうです。嬉しい？
どうせ俺なんか。あれは確かドンの孫のハリーだっけか。無事だったなら一言くらい。心配かけたな。でも戻ってきたぜ。オタクもいいしぶとさね。さすが俺様の見込んだ男。ユーリを見込んだのはうちが先なのじゃ。おや、パティちゃんには渡さないわよ。バカやってんなよ。んなことより今ハリー見かけたけど何かあったのか。それがちょっとばかしうまくなくてね。今ユニオンは船頭不在だからね。収穫となるものがいないとまとまらないというわけ。収穫、そうか。なに分かったわ。アパティアよ、あれ使えばうまくいくわ。つまりエアルを安定係数が変化し続けていってもそれを結びつけ。あー、待てどうせ理解できないから説明はパスな。まあいいわ。とにかくドンに渡したアパティアがあったはずよね。ベリウスのアパティア、キュアノシエルね。リタがエアルを抑制する方法を見つけたんです。本当に？すごい！ドンが亡くなった後、キュアノシエルがどうなったか知ってるか？さあな。ハリーはどうかの。ドンの孫なら知っとるんじゃないのか。ちょうどいいわ。ヤッコさん連れ戻すとこだったんだ。ユニオンの本部行っててよ。すぐ戻るからさ。なんか妙な雰囲気だな。うん、ユニオンは今バラバラだから。誰もドンの後釜に座りたくないのよ。なんせあのドンの後だからね。俺ちゃんとしなって。俺はじいさんを死に追いやった張本人だ。そんな奴がドンみたいになれるわけがねえだろ。誰もあのじいさん見たくなれなんて言ってねえでしょうが。後目会議くらいちゃんと出とけって言ってんの。ねえあんた、ドンのアパティアを譲ってほしいんだけど。リタ、いきなりそんな直球。あれはドンの後目継いだやつのもんだ。よそ者にはやれねえよ。何よそれ。それじゃいつその後目が決まるのよ。知らねえよ。俺に聞かないでくれ。なら誰に聞けば教えてくれるのかの。ったく、しょうがねえな。ユニオンがしっかりしなきゃ誰がこの町を守るってんだよ。え？そりゃ俺たちに決まってらあな。
俺たちとはどの俺たちだね。あのザウデとやらに手下を送り込んだのも君のギルド、オーラオビルだろう。ユニオンが帝国の風下に立ったことは一度もねえんだ。黙って見てられるか。迂闊だったと言っているのだよ。ユニオンの敵対行為と帝国に受け取られかねん。そん時は一戦やるまでだ。それで誰が率いるんだね。オーラオビルの長である君か。ドンが聞いたら大笑いするだろうよ。アルトスキのてめえこそ名乗りを上げたらどうなんだ。きっと人望のなさがはっきりするだろうぜ。アホくさ、この世の終わりまでやってろ。仲間内でやり合って自滅ってのはやめてくれよ。全然笑えねえから。いいこと思いついたのじゃ。ドンの椅子に流木を座らせておけばいいのじゃ。波に揉まれた分だけ人生に苦労しておるから、ドンの貫禄たっぷりなのじゃ。あら、いいやんね。言わせておけば。仲間に助けてもらえばいい。仲間を守れば答えてくれる。ドンが最後に僕に言ったんだ。カロル、なんだこのガキ。僕は一人じゃ何にもできないけど、仲間がいてくれる。仲間が支えてくれるから何だってできる。今だってちゃんと支えてくれてる。なんでユニオンがそれじゃダメなのさ。少年の言う通り、ギルドってのは互いに助け合うのが信条だったよな。無理に偉大な頭をいただかなくともやりようはあるんでないの。これからはてめえらの足で歩けとドンは言った。歩き方くらいわかんだろう。それこそガキじゃねえんだ。簡単に言うが、しかし。行こうぜ。これ以上ここにいても何もねえ。え、ちょっとあんた、ねえ。どうすんのよ、アパティアは。あんな連中に付き合ってる暇あったら他の手考えた方がマシだ。他にってそんな簡単なもんじゃないでしょうに。何、三日三晩寝ずに考えればいいことを思いつくのじゃ。頑張れ、ビターね。また私？ほらよ。こいつはくれんのか。バカ言え。こいつは盗まれるんだ。え？恩に着るぜ。他の連中に蹴取られる前にさっさと行っちまいな。どういう風の吹き回しよ。さあな。けど子供に説教されっぱなしってのもなんだか尺だからな。あいつも少しは変わったかね。これでアパティアも手に入ったわけだけど、次はどうするのかしら。うん、ゾフェル標準会に行くわ。活性化していないあそこのエアルクレーネを使うの。
標人会？また寒いとこ行くの？おさん、ここで待ってていい？世界が滅ぶよりマシだろう。行こうぜ。よかった。本当にユーリが無事で。星はみが復活したりして世の中めちゃくちゃな時に先にとんずらしちまうあんちゃんじゃないっしょ。レイヴンは心配じゃなかったの？まあ気にはなってたけどな。ああいうやつってどうせ何があってもひょっこり出てくるっしょ。だから別段心配ってことはなかったな。レイヴンはすごくユーリを信じてるんだね。真顔でそう言われるとおっさん戸惑っちまうわ。ユニオンの混乱はまだ続いているみたいですね。ドンに頼りすぎてたんでしょ。いろいろ決めてくれてた人がいなくなって不安ってとこ。その不安な気持ちなんとなくわかります。間違ったことをしてしまわないか怖いんだと思います。間違えるのが怖いから決められないという気持ちは私にはちょっとわからないわ。お、珍しく同意。ドンがいなくなっていろいろなことを考えないといけなくなったんですね、ユニオンは。それが正しい姿なんじゃないかしら。そういうこと。すごいよね。敵の動き止めちゃうんだもん。ああ、確かに戦いやすくはなるな。うん、その間に体勢整えてもよし、相手に攻撃してもよし、戦闘の体系変えることもできるしね。敵の攻撃から逃れられなくてもこれがあれば簡単に逃げられるしね。あ、そうそう、逆に敵が逃げるのを防ぐこともできるんだよね。ほんと優れ。アワーグラス。あが動き止めるならこっちの方が便利よね。
そんなにずっと戦ってると疲れたりしません？いや、エステルが治癒術使って傷治してくれてるし。傷と体力はちょっと違うと。ぐったりとかしないです？剣を振り回してたら逆にどんどん元気になるぜ。限界まではしゃぎ回るガキみたいね。ガキより体力ある分たちが悪いけどな。若い証だね。おさん、剣振ったら息切れするもん。俺様も青春に戻りたいね。情けねえな。心配するな、青年もすぐこうなるさ。はっはっはっは。何それ嫌なの。まっ、おっさんは後ろで若い俺の勇姿に憧れてもだえ休んでろ。もだえ休むなんて言葉、私初めて聞きました。
そもそもユーリはどうしてザウデから落ちたわけ？あの時コアが墜落してよく見えなかったけど、足を滑らせたのかな。おやおや、意外にドジっ子だったのね。アレクセイに何かする余裕はなかっただろうし、暑かったから青い海見て飛び込みたくなったんじゃないの？何よ、それは母なる海にお帰りって感じ。それちょっと青年のキャラじゃないわよ。でも想像したらちょっと笑えるかも。